ここでちょっと説明しますと、皆さん That girl つまりあの女っていう言葉聞いたことありますか？1年半ぐらい前かな、 SNS で結構バズったキーワードでして、まあ、何かというと自分にお金と時間を費やすこうセルフケアをする女の子の理想像みたいな、みんなが憧れる映えるライフスタイルみたいな、もうそのトレンドは終わりかけてるとは思うんですけど、今更やってみました。ということで今回は1日だけ That girl になってみました。まずなんか朝一で飲むのはレモン水みたいな。でレモンそのままでもなんかつまらないので、なしそときゅうりも入れます。お、酸っぱい。いやまあ普通になんだ、薄れたレモネードみたいな。次になんか そのままジム行こうと思ったんですけど、お腹がちょっと空きすぎてるのでトースト作ります。ちょっとオイルを垂らしてから焼く感じでいきます。今日の天気はなんと雨、昨日から雨が降ってて朝が来た感じがしない、悲しい。これからジムへ行ってその後なんか食べて、その前に研究室に寄ろうかな。朝からこんな大量の水分取れないしこんな飲んだ後にジムで走るとか、お腹がたっぷんたっぷんになってる。行きましょう。朝のジムが終わりまして、眠たすぎて寝てしまうかなと思うくらいでした。
今あるメイク道具これです。まあこれでやっていきますか。可愛すぎるんですけど、わからない。よし、できました。今日の服はいつもと同じです。後で暖かくなったら変えるかもしれません。普段読むものってなんだ、学術論文が多くて一日中読んでると他のもの何も読みたくなくなるんですけど、なんか悪い癖があって全ての時間をなんか有意義なことに使うみたいな。あら、歩いてる時はポッドキャストか何かを聞くとか、本を読む時は何かが身につく本を選んでしまいがちなんですけど、時々情報クレンジングみたいな、刺激を低めにしてぼーっとする時間とか、読んでも何かが身につくわけでもないただの小説を読むとかが脳をリラックスさせるのにいいかもしれないです。昼はパスタを食べようと思います。パスタソースは、まあ、この玉ねぎを炒めていきます。イタリアのパスタですね。チミチュリのソースはパセリなんですけど、パセリがないのでシソで作ります。だからチミチュリではないけど、まあ和風。塩と酢とオリーブオイル。ソースなので、まあ、塩ちょっと多くても大丈夫。ワインビネガーしかないので、ね、これを入れます。美味しいです。簡単なサラダ。これがベイビービーフ。酢とオリーブオイル。ドライトマト1個、まあ、ちっちゃく刻んで入れました。出来上がりました。いただきます。うん。
か抹茶あんまり好きじゃないんですけど、なんか青臭い感じがあんまり好きじゃないですね。今夜はタコスを食べようと思うんですけど、まずは昨日、今朝お昼に作ったチミチュリのようなものと、あと2つのソースを作ります。ソースっていうのかな、1つはピコデガリョのようなものですね。ただスパイシーなものが苦手なので、私は唐辛子とか、ハラペニョじゃなくて普通のピーマンを使います。玉ねぎは半分ワカモレで、半分はピコデガリョに使います。どれぐらいにしよう。本来ライムを使うんですけど、ライムがないのでレモンを使います。トマトと玉ねぎの一部、あとは塩コショウで、他のなんだパクチーとかなんかいろいろ入れる人もね、伝統的なやつは入れると思うんですけど、パクチー好きじゃないのでそんな感じで。そういえばピコデガリョもトマト必要なの忘れてた。残りのトマト全部使っちゃいます。ここにあるのはタラ、食べやすい大きさ、揚げやすい大きさっていう。これ私魚の匂いが結構苦手なので、酒、日本酒につけてました。次に衣を作りたいんですけど、これ本当はソースとしてマヨネーズとこのチポトレを混ぜると美味しいソースができるんですけど、マヨネーズがないので衣に混ぜられるかな。スモークしたパプリカみたいな。これはベーキングパウダーと米粉を入れました。今回は魚には塩コショウで下味をつけておきます。次に、というか最後にトルティーヤチップスと普通にトルティーヤを温めます。これは、コーン、ちょっと割れてるこの2つをチップスにして、ワカモレと一緒に食べるようです。フライにするかオーブントースターで、オーブントースターにしようかな。でこの2つは食べるようで、オイルをまぶして混ぜて、塩を振って、でパプリカ粉か何かをかけようと思います。メキシカン風のディナーができました。魚がね、ちょっと微妙、
柔らかすぎる。これ食べかけで申し訳ないけど、せっかくなんで発酵させたぶどうのジュースでいただきます。なんかめちゃくちゃお花っぽいワインです。甘くないけどお花っぽい香りがすごい。